今週は岩井コスモ証券投資調査部国際課の小川浩一郎さんに伺います。小川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず19日のニューヨークのマーケットですね、どんな動きだったか振り返っていただければと思います。はい、FOMC を受けまして評価分かれるところでありますけれども、はい、ほぼ前年高ということであります。はい、ソック指数は 4.3% 上昇ということで、5067ポイントということで、一足先に 50-50 を達成となっております。はいはい、IT、通信、一般消費財等々が強いということです。はい、金利は10年も、長い方は上昇しています。資源も上がるということでありまして、はい、高圧経済の気配が濃厚と見ております。はい、個別株ですが、どういったような動きがあったんでしょうか。はい、テスラ2ページ目ですね、はい、7.4% 上昇、それからハイテク、特に半導体が強いですね、はい、AMD、アプライドマテリアルズ、TLA、はい、ASML ということでありまして、はい、足元売られていたのは銘柄群が強い一方で、まあ、それ以外の銘柄群はちょっとという格好であろうと見ています。ハイテク株中でもやはり NVIDIA でしょうかね。はい、はい、3ページ目の方ですけれども、はい、まあ、NVIDIA は当然時価総額が大きくて市場の注目度も高くてということなんですけれども、はい、もう見事に NVIDIA の動きと S&P500 の動きがまあ連動していると、決してまあ NVIDIA を見て株が動いているわけではないでしょうけれども、はい、依然としてですね、注目度は大変高いと見るべきであろうと、NVIDIA の一挙手一投足こちらに注目ということだと思います。相変わらずハイテク株がやはり引っ張っているマーケットという感じですね。はい、はい、そして、注目の FOMC なんですが、ちょっと改めて振り返っていただきたいんですが、はい、0.5% の利下げですね。これなんで 0.5% をやったのかというところと、あとちょっと本来なら7月にやるべきだったんじゃないかというような見方もありますけれども、この辺も含めていかがでしょうか。はい、おっしゃる通りで、7月にやらなかった一つ目ですね、はい、それから次回は選挙後なんですよね、うん、直後なんで、はい、まあ、これもやりづらいということで、まあ、今回7月分それから11月分合わせて 0.5 というような感じだと思いますと、はい、でただまあ株価を強く意識した金融政策であろうということでありますということですね。はい、で2番目の方でこれハリス支援トランプ保険ということでありまして、うん、まあ、ややこれはうがった見方が分かりませんけれども、はい、当然、FRB の、高官の皆様は、うん、まあ、当然、まあ、インテリの方が多いですから、はい、また、トランプさんは、中央銀行の人事でも介入するような素振りを見せるので、はい、まあ、当然嫌だと、でハリス支援ということがあるんだろうということでありますと、はい、ただ一方でトランプになった場合でも、まあ、彼自身は利下げということを言ってますんでね、はい、でそこで保険をかけているというようなことなんではないかということであります。なんかトランプさんはちょっと利下げが大きすぎるんだというような発言もしているようですね。まあ、当然逆風になりますんで、はい、まあ、政治的な動きをするんじゃないということでしょうけれども、ということ で、 でその結果そのやはりドルがどう動くとかですね、はい、為替がどうとか金利がどうとか株がどうとかありますけども、おそらく高圧経済チックになるんだろうと思います。あ、はい、マイルドなインフレと経済成長に伴って金利、ドル株全部上がって資源も昨日上がっておりますけれども、はい、金利は当然短い方の期間は下がると思いますけれどもね、はい、政策金利と連動してますけども、うん、長期の方は上がってくると、まあ、高圧経済なんで。そしてここ最後重要なんですけども、はい、円安、まあ、これはいいんですけども人民元安、足元はちょっと人民元強くなってますけども、はい、人民元安によって中国からの資金流出を、うん、まあ、煽るというような格好でありまして、これはですね、おそらくもう今日ちょうどですね、偉業達成ということでありますけれども、はい、名付けて2005年のディープインパクト相場ならぬ大の里相場、間違えましたね、はい、大谷翔平相場が到来するのではないかと見ておりまして、はい、もう大変な状況ですと、はい、で一番最後、財政に加え金融政策を付加して景気を刺激ということでありますので、歴史的な大相場が来る可能性も十分あるんだろうと見ています。はい、そして、まあ、FOMC 通過したということで、次の焦点やはり大統領選挙をまたかなり意識されてくるかと思うんですけれども、まあ、過去どうでしょうか、はい、パフォーマンスなどを振り返ってみて、はいはい、よく言われるのが9月に加えて10月も弱いと、
はい、通常年は9月が弱くて10月がそこそこなんですけれども、うん、選挙年は9月に加えて10月も弱いと言うんですが、はい、これどうせ選挙やりまのことを計算すると2000年、うん、2008年 IT バブル崩壊リーマンショック年が入ってしまうんですね、はい、でこれを除きますとどうかというと、うん、9月も10月も多少弱いけども、はい、そんなに弱くないですよということ、うん、そして11月12月はめちゃくちゃ上がるという格好でありまして、はい、それほど心配することはないのかなというふうに考えております。はい、そして、こちら選挙前選挙後ということで、さらにちょっと長めに振り返っていただければと思うんですけれども。あ、そうですね、はい、まあ、一番上に書いてある通り、はい、民主党の新人が勝利した場合ほどですね、うん、10月の末から12月末までに、よく上がるということでありまして、右の下に書いているんですけども、はい、ただこれはご覧いただいたら分かりますとおり、1976年か2010年に至って、はい、そんなに数が多いわけではないので、うん、これはあくまでも追い風参考記録みたいな感じなんでしょうということですけれども、はい、メッセージとしてはよく民主党よりも共和党の方がいいんだみたいな議論があるんですけれども、はい、これは必ずしも当てはまらないというのが一つ目です、うん、それから2つ目に現職と新人でというような話で考えた場合にはですね、はい、ということで今回に関してはバイデンが出ないということでありますので、ちょっとイレギュラーですね、イレギュラーでありますね、はい、ジョンソンさんが確か1964年でしたかね、うん、68年ですかね、出ないというのがありましたけど、はい、ベトナム戦争なんて、うん、それ以来ですので、うん、かなりイレギュラーな状況、大体現職は出てきますん で勝つ負けありますけれども、うん、ということなんですけれども、ただ過去の例を見ると民主党だからダメではないと、新人だからダメではないと、その辺だけはくれぐれもということで、どうしてもハリスさんの場合は 税金とかですね、規制の問題とか、うん、いや言われてますけれども、はい、悪い話ばかりではないですよというのがメッセージです、うん。そうしますとどうでしょうか、大統領選挙結果を踏まえて、株価が一体どうなっていくのかと、今回に関してはどうご覧になりますか。はい、一つ目の高圧経済が一つ、それから二つ目の政策に関しても、まあ、議会がどうかというので、特に税金に関しては、はい、大統領よりも議会強いということでありますので、うん、基本的には大幅高、うん、歴史的な大相場、先ほど申し上げました通り、うん、大谷翔平相場と多分年末には言われているんだろうと思っています。はい、はいはい、わかりました。小川さん、今朝もお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資調査部国際課小川浩一郎さんのお話でした。